最後に父ちゃんと話をしたのは木枯らし吹き荒れる2月半ばの寒い夜、小さな父ちゃんが日々言われた手で背中丸め寒い中、俺に酒こうて来てくれた。そんな優しい父ちゃんが風邪をひくなと寝る前に安価を入れてくれたのに、口を冷たくなったのは粉雪ちらつく夜明け前だった。思えば母ちゃんに幼い頃だった。煮物ばかりじゃ嫌だ食わねえと困らせた。あくる日母ちゃんは文句も言わずに俺のわがままを大きな心で受け止めた。そんな優しい母ちゃんが初めて作ったライスカレー、嬉しさ隠しておかわりをした。母ちゃんありがとう。言葉に出せないけれど心の中で感謝を言って黙って食べていた。いつも母ちゃんは素顔のままだった。最後の夜は俺の手で薄化粧をさせてくれ。いつも母ちゃんに苦労させてきた。最後の紅をつけた時、優しい笑みを浮かべてた。明日には旅立つ母ちゃんのそばに今夜はいたいのさ。母ちゃん
僕へ言ったなら親孝行するからそれまでのんびり暮らしてな。ありがとうございました。ちょうどお時間となりました。はい、そのままでいいですよ。ガンちゃんでございました。拍手を、感情を込めて本当毎回母ちゃんを歌ってますけれどもですね、母ちゃんが歌った時にはですねカメラで飛びに来よったということをずっと言わなきゃいかんという。で、次パパちゃんでございますね、